はい、今日は、これからいつもあの体見てもらってる白間さんのところに行って、体をちょっと見てもらいながら終わってから警部さんの方に行って、MMA のスパーリングですかね、今日はやります。で終わってから、ちょっと夕食というかあの食事を取りに、お店の方に行きます。試合まで2週間もありますけど、はい、今は今追い込み期間、今週が多分最後だと思いますね。はい、追い込みで言うと、まあ、減量も入ってるんですけど、うん、試合前の緊張感出てきてますね。はい。今日はそうですね、多分いろいろと疲れてるところがあると思いますね。多分この辺りが、そうそれこれですね。斉藤選手、ここにはどれぐらい前から出してる？どんぐらいだろう、2年ぐらい経つのかな。2年ぐらいですかね、はい、約2年ぐらい。きっかけは何だったんですか、ここに来る？きっかけはあの共通の知人の方がいて繋いでくれたんです、僕と白間さん。騙されたと思って一回ちょっと見てもらえないよって言われて、はい、はあなんて言いながらで見てもらったら、いろいろこう体の変化、まああんまり自分で僕鈍感なんで感じることもないんですけど、はい、なんか動きやすくなったなとか、怪我っていうかその故障も極端に減ったので、試合当日も、白間さん見てもらって、で試合に送り出してもらうっていう。多分白間さん見てもらって肩周りが一番変わったような気がしますね。あ、それ石渡さんも言ってましたもんね。肩周りが本当になんかこう柔らかくなったの。なんか可動域が広がったみたいな。可動域、動かしやすくなったというか、前は結構硬くてうまくパンチとかも打ててない感じだったんですけど、今結構いい感じに、豊さんの動き見てここをもう少しやった方がいいのかなっていうのと、あと今石渡さんと相談して、今ここら辺こうだからこういうふうに動かした方がいいよとか、そういうのはよく話はするので、石渡さんが入ってからの方が多分一番体作りはそうですね、いいのかもしれないですね、うん、細かくというか、ずっと練習見てもらってるんで細かい動きとかも分かっていただいているというか、練習ハードですか？練習はそうですね、まあ塾長的にはまだまだだよっていう感じなんですけどやってる内容はなかなか厳しい内容をやってます。教材さん的にはまだまだなんですか？まだまだだと思います。毎週どれぐらいの頻度で見てもらってる？基本週1回、多い時で2回ですね。そうですね、はい、あとまあ何か体に異常が起きたら連絡するようにはしてます。どこどこが変なんですけどっていうので、まあ今年の夏はもう結構9月とか10月試合するって言ってずっと練習してたんで、結構体追い込んでましたもんね、はい、夏は結構ひどかったですよね。夏はあ、ペース早いな塾長からも言われるんです、必ず定期的に見てもらって、で見ると分かるみたいで、最近行ってないでしょとか、もう見て分かるみたいです。斉藤選手なんか憧れの格闘家とかいたんですか？憧れですか？はい、みんな、そうだな、ヘビー級の K1 の選手たちはもう超人だなと思ってましたけど、憧れか。やっぱりシュートの歴代チャンピオンの方たちはすごい選手いっぱいだなって
当時から思ってたんで、目指すべきとこってここなんじゃないかっていうのはずっと思ってましたけどね。はい、すごくいいと思います。 OK です。はい、で、この裏で、はい、あ、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これをデータで残して、見比べて前回とどうだったとかやってると。いや、僕目に見えて分かるもんなんですけど、僕が見ても分からないんですけど、多分白馬さんとか見たら、うん、ここが変わってるっていうのがよく分かる。多分そこに関して多分石渡さんと2人でほとんど共有するので、ね、全然僕分からないんですけど、このここがどうなってるとか全然分からないんですけど変化があるみたいで。石渡さん細かいですからね。そうですね、ほんと細かい。気づかないところも全然分かんないもんな。すごいですよ。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。おっす、怪我ないようにやっていきます。面白くない回答になっちゃうんですけど、普通ですよ、本当に特になく、まあ野球少年でしたね。はい、小中は、はい、小中野球やってて、高校の時に、まあ、中学校で野球引退して高校で空手を始めたのが始まりかなと。はい、そこから総合格闘技、はい、きっかけっていうのは、もともとなんかそういうのやりたいなと思ったんですけど、秋田にはそういうジムもなかったし、ボクシングジムとかもなかったんで、とりあえずなんか部活動やろうっていうのがきっかけだったんですけど、空手が、まあ、ずっと格闘技やりたいと思ってましたね。はい、大学行って格闘技始めて、で就職で東京に上京してきてっていう流れですね。はい、はい、そうですね、プロの選手としてはもう早くに負けまくってダメだったらやめようと思ってたんで、まあ、勝ちが続いて続けてこれたなっていうような感じですかね、自分の、はい、経歴としては。まあ、よくもあるのに、ご自身の家の中で注目される印象というのはどういうのか。そうですね、結構燃えることが多いので、いろんな案件が、それに関しては見てる側は多分楽しんでいただけてるのかなっていう、はい、はい、僕としてはあんまりこう本意ではないことが多いんですけど、燃えることが多いですね。まあ、最近でも肉が剥ぎ上がったりとかに付随して、はい、まあ、体重選手が危険がされることが多分あったと思うんですけど、はい、まあ、あの一戦を間近でご覧になっている率直な感想っていうのは、あの場面でいただく解説席で見てたんですけど、多分一番近いところで見てたんで、いろんなそういう両選手の攻防が見れたので、これはこう収穫があったなと僕の中では思ってますね。はい、打撃にしても組み技にしても寝技にしても、あ、こういう展開でこういう動きをするんだっていうのは、近くで見れたのすごく良かったと思います。映像じゃなくて自分の目で見れたのは大きいなっていう。はい、これはやっぱり三つ選手の攻防っていうのが、まあ、お互いですね。はい、まあ、選手の会見では三つ選手よりいい試合がしたいとおっしゃって、はい、まあ、それが結構私の思いやりたいです。あれはですね、質問のその質問の内容が、なんだ、花があるないみたいなことに対してのそういう試合をしますかっていう質問内容だったんですよ。だ、切り取って朝倉選手よりもいい試合したいじゃなくて、はい、その質問内容に対して僕は答えただけなので、あ、なるほど、ちゃんと伝わってるかなっていうふうには思いますね。だから記者さんが多分そういう記事というか見出しを作りたかったんじゃないですかっていう意図は感じましたけど、花があるないっていうことに対しての答えとなる試合をしますかっていう質問だったんですよ。はい、
だから花があるとかないとよくわかんないですみたいな話をして、はい、まあ、同じくヘラー系トップ戦線の1人クレベル選手 の, その、まあ、一連の騒動がありましたが、はい、まあ、クレベル選手に対して今思うこととか言いたいこととかがあれば教えていただけますか。言いたいことないですよ、全く。あの巡り合えなかったので残念っていうところだけなんで、はい、特にないですね。まあ何を考えてるかよく分かんないんで、特に言うべきでもないかなとは思いますけどね。また機会があれば。うん、もうないと思いますけどね。はい。そして、まあ、リーフ王者の四季選手のタイトルマッチが待ってますけど、現在のモチベーションはどうですか。そうですね、やっぱり今大会のメインを任せられて、でタイトルマッチ防衛戦っていう試合になるので、まあ、相手もそうですけど自分のその試合としては本当に落とせない試合だし、ここでの勝ち負けとか試合内容ってものすごく大事だと思うんで、そういう意味ではしっかりこう気持ちを入れて毎日過ごしてますね。はい、そうですね、ディープの現役チャンピオン、防衛もしてますし、その年齢の割に戦績がある選手なんですよね。そのキャリアというか、いろんな選手と対戦してきてる、でその戦い、まあ、勝ち負けあると思うんですけど、その経験というのは侮れないなと思ってますね。はい、なんだろう、スピードとかかな、わざとスピード。はい、今は週4回ですね。はい、基本週4で来てます。ずっと週4で、はい、ずっと変わらずに。そうですね、この体制というか本当に見てもらうようになったのは正式に石渡さんが引退発表されて、はい、一緒に練習するようになったのはちょうど斉藤くんがライジン出る頃だよね。そうですね、ちょうどそこからだよね。うん、
そこから一緒に練習するようになって、クラスはずっと参加してたんですけど、練習自体はそうですね。はい。今回の地区戦に向けて、その対策みたいなのを、もちろん練習の前に来てホワイトボードにやることを書いて、それで、まあ、やること固めて本人に伝えてっていう感じですかね。はい。あ、一番の強み、言うとバレちゃうかな。でも試合の時に発揮される、あ、これがあるから試合で勝つんだろうなっていうのがあるんですけど、それはなんかあんまり対策されたら嫌だから言わないでおきます。はい、それはあります。みんな結構軽んじてるよね、チャンピオンね。はい、うん、やっぱそういうふうに、まあ、すぐ誰でもやりたいって言うじゃないですか。そうですね、なんかいろいろ言われることは増えましたけどね。みんなそれで痛い目見てるんで、はい、そうそう、やると分かると思いますけど、はい、多分ね、見てて分かんないんですよ。やって分かるんだと思いますけどね。はい。僕しか知らないってことはないと思うんですけど、あのね、気遣いの男なんですよ。言ってました？はい、そう、どこで言ったかちょっと覚えてないですけど、例えば先日の記者会見も、はい、わざわざ僕の名前出してくれるんですよ、いちいち。そう、いや、 やっぱこういうところはさすがだなと思って。まあ、日頃からそういうところはこうよく垣間見えますね。そうですね、まずすごく情熱を感じます。選手に対してというか、はい、情熱をすごく感じるので、やっぱもっと頑張らないとっていう気持ちにはなりますね。はい、男塾、はい、入塾したからには熱を持って自分もねやらなきゃいけないと思ってますけど、だし毎試合展開当ててるでしょ、はい、そうですね、大体もう、ね、相手こう来てからこうでこうでって全部当ててるよね、はい、今までの、はい、大体もう、それは今回も自信持ってるんで、バレてるぞ何してくるかバレてるぞ。じゃあ乾杯しますか。乾杯しますか。はい、じゃあ今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。男よ違うか、違った。ウーロン茶だろ、間違えちゃった。はい、おとばさん、私がですねスポンサードを、していただいているお店でございまして、ちょっとコロナで休業してたので久しぶりに来ましたね、お店には。はい、美味しいですよ、すごく料理。もつ焼きの店です。もつ焼き、北谷さん、明さんもいらっしゃる。ある、僕しょっちゅういますよ。しょっちゅういます。本当に安くて美味しいです。明さん、はい、来ていただいた感じです。ほぼね、9割9分聞こえないわ。ちょっとマイクあれから大丈夫かな、うん、ダメだ。うん、味の方どうですか、食べてみてください。ちょっと食べてみて、ちょっと感想ください。はい、いただきます。いただきます。感想ちょっと食べて、うん、食べたらどうなりますか、これ。全員失神系をさせます。最初からあれだよね、必ず美味しいもの食べると、うーんって言うんだよね。そうなんですよ、
あの味を伝えれない食レポをするのが得意で僕はリアクションで伝えるみたいな。で、でも簡単なんですよ。本当に美味しいと思ってないときはうんってあんま言わないんですよ。あーみたいな。なんかこう歯切れが悪くなる。本当に美味しいやつはもううんーね。プライベートで練習終わった後、うん、食事したりとか前後で食事したりは、はい、遊び行ったりとかではないですね。日曜日ちょっと一緒に遊園地行こうよってことはまだないですね。まだ今のとこないです。今後あるかも。何言ってんの。まあありがたいツッコミが飼い主なんで、うん、あ僕ねさっきねちょっと斉藤選手のこと僕だけは知ってることって聞かれたじゃないですか、はい、あるんですよ。 あのね今警部で、まあ、いろんな選手来てます、ね、警部の選手もいるし、はい、一番実は短期なの斉藤君だと思う。そんなことあります？俺いつも思ってんだよね。絶対一番短期なんだよね、斉藤くんが。本当ですか？普段じゃないですよ。練習中。すぐね、あ、怒った。怒った。すぐわかる。自分自身に対して、あれですよ、うん。もう、ダメだなって思って。うまくいかないのが多いと、どうしてだろう、どうしてだろうってこう、ってはなるかもしれないですね。うまくいかないことが多いんですけど。でも、そのファイターとして、うん、なんでだろう、すごい大事な部分だと思うんで、そのままよしよしと思って見てます。アンギラーさんも斉藤選手本当のこと言って、本当のこと言って、はい、ちょっと敏感に感じ取りなかったです。何も聞こえないですか。感じ取れなかった。そうですね、本当ちょっと自分にいっぱいいっぱいのところが。そうかそうか。じゃあやっぱり僕だけは知ってるってことですね、うん、あー怒った、あー怒った。僕も試合中よく怒ってましたけど、斉藤君も同じようなものを感じるんですよ。斉藤選手、試合中何か怒ったっていうか。僕でもね、試合中大丈夫なんですよね。大丈夫なんですか。うん、分かる分かる。試合中は大丈夫なんですよね。なんか何なんでしょう、やっぱり本番練習として別物だっていうあの認識があるので、うんうん、練習ダメでもなんとかこう試合にこう帳尻合わせるというか、できるだけこう自分をこう失わないようにと思ってますね、試合中は。本番強いよね。まあ、そこにこう全てをこう合わせていくというか。キャラモフ戦だってもう、我を忘れたら多分大変なことになったと思うんで、うん、はい。そういう意味では、試合だと意外と大丈夫ですね。はい、昔からそうだと思います。怒っても我を忘れない、俺も。武田さんは多分試合では割と落ち着いてる方なのかなっていう。落ち着い、こう自分を失うというか、こうなんかうわーってやるよりは。興奮はしてないよね。うん。そうですね。状況をちゃんと見てるような気はしますよね。状況に見てないですか？見れてないですね、多分。正直に言ってよ。はい。これ戦ってる時で。はい。ほとんど俺のことを意識してるでしょ。はい。なんだろう、これ真面目な話していいのかな。はい。なんか今まで通りやってほしくて、なんかアキラじゃないけど、あんまり聞こうとしてくれなくていいっていうか、今までの状態でうまくいってるから、それにこうプラスアルファでアドバイスできる、そういうふうに斉藤くんも思っててほしい。はい。実際にこう相手と対峙してみなきゃ分かんないこととか結構あるんですよね、うん、試合、そうそうそう、練習と試合もまた別だし、あ、意外とこういうタイプなんだとか、こう直感って意外と大事にするタイプなんで、向かい合って感じることは多分外れてはないかなと思っていつも試合はしてますけど、それでもうこっちが言ってから動いたんじゃ、はい、もう遅い時っていっぱいあるから、はい、そこの自己判断っていうのは、うん、もうね、試合で証明済みだから、そこをやっぱ第一に戦ってほしいっていうの、斉藤チャンピオンに対してはそう思います。
あの斉藤君聞きたかったんだけどさ、はい、使えるか分かんないけど、はい、あのなんか高校の時のなんかエピソードみたいなあれツイッターで流れてきたの、はい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 、なんかいじめられてる子がいて俺が守ってやるから来いみたいな、あれはね、あのまあ嘘じゃないんですけど、うん、まあ目をつけられやすい子っているじゃないですか、クラスに一人、うんうんうん、あのジャイアンとスネオじゃないけど、うん、でスネオみたいな子がいたんですけど、うん、僕仲良くて、うん、でまあターゲットにされる子がいて、うん、結構もうあの本気で殴られたとかしてたんですよ、うん、ガチンガチンって、うん、でもうなんか学校辞めるとか、もう生きててもしょうがねえみたいな、こういうこと。いや、まだ愛があるじゃないですか。愛はあるし、はい、うん。信頼の上に成り立ってると思うんですけど、もうただの暴力ですよ、もう。うん、お前ちょっと来いみたいなので、うん、あれ買ってこいだろやってたんで、そういうの見てるのはちょっとなんか嫌だなってずっと思ってて。うん、で、なんか、かといってあんまりこう表にだって争いもしたくないんで、うん、ちょっと裏の方で、なんかちょっとうまくやろうよみたいな、うん、こう、裏でこうネットワーク作って、やろうとしたってのありますね。はい。うん、エピソード外堀を固めたよ、これかっこよすぎるだろ、これかっこいい。やっぱあんな、そうちょっと大げさに言ってましたけどね。はい、まあありましたね、そんなのも。結果的にはね、同じね、はい、そうだもんね。今すごく応援してくれます。うん、はい、毎回ペーパービュー買って応援コードもつけてくれて、はい、宣伝もしてくれるんで地元で。やっぱそういうのは自分に返ってくるんだな。地元で言ったらもうヒーローでしょ、地元。あんまり帰ってないんで、どうなんでしょうね。あ、でも新聞、地元の新聞とかの、うん、あの取材とかも来るので。わー、すごい。そうすると連絡来ますね。うん、はい、これ、なんか、これは花火です。あ、すんごいライブ感。おお、なんかやっぱ練習後だからよりいいですね。すごく、僕はニンニクをつけて食べます。はい、うーん。お、出ましたね。出ましたよ。今ね、わざとらしかった。食レポですから。今ガチじゃなかったでしょ、今の。うーんは。ちょっと3割盛りました、今。で、すいません。はい。ゴミさんとのエピソード話しよう、ゴミさんとのエピソード。いや、お、今回だって、ゴミさんが向こう側についてるっていう噂聞いたんだけど。はい。なんか向こうのセコンドにいらっしゃるって。マジっすか？それホットじゃないですか、すごく。そう。で、ゴミさんに捨てられた男だ。ね、捨てられたの？その、何？いや、まあ、あの。最後なんて言われたの？一番最後。そうですね。うん、最後は、うん、もうお前フリーでやれよって。パッて離されたの。ね。で、今回定期陣にゴミさんがいるっていう、ね。はい。あららら。いつもアキラはあんまりこう口下手じゃないですか、うん、だからあんまり喋れないんだけど、うん、一生懸命喋ろうと思ったんだって、はい、で、ある日そのお蕎麦屋さんで、お蕎麦屋さんで、お蕎麦屋さんでこうゴミさんがこう新聞見てたらしいんだね、はい、でその裏、こうアキラから見える方の記事に、はい、こう WBC、はい、野球の、ね、記事があって、はい、ゴミさん野球やってたからピッチャーだったから、はい、あ、これ、この話題ならいけるってちょっと確信を持って、うん、で、ゴミさんにあの、そういえば韓国とまた決勝でやるんですよって、うん、一言ポンって投げたんです、はい、これはいけると思う、うん、話題になると思ったら、ゴミさんがゆっくり新聞閉じてバーンって、すいませんでしたで、それからというものはキラは今のスタイルになっちゃった。あんまり喋れない。何を話題にしたらいいか分かんないなっていうのでちょっと喋られなくなったのがあるんです、ね。ちょっと話題を間違えたのかもしれないです。タイトルマッチ、タコシカワイとメインメールを務める人は、朝倉未来みたいな2度目。そうですね。はい。まあ、今回はタイトルチャンプがいるからこそ、成立する大会の方がいいと思って、うん、はい、まあ、そういうのを踏まえて、タイトルチャンプの思いっていうのを改めて、聞かせていただきます。思いは、強くあります。やっぱり、まあ、ほとんどの人もご存知だと思いますけど、いろんなこう経緯があって、今回相手決まって、で、10月24日っていう日を迎えられるので、本当にずっと前から練習もしてたし、自分で発信していろいろこうやろうっていうことでやってたんですけど、なんとかこの大会を、こう、いい形で、まあ、自分がメインイベントなので、
いい形で締めくくりたいし、形にしたいなと思いは強いですよね。はい。まああんまりこうグーってこう力入りすぎずにわっと思ってますけど、やっぱりあのチケットも売れてほしいなと思うし、ペーパービューとかもみんな買ってみてほしいなと思うので、ギリギリまで練習とプロモーションとやっていきたいと思いますね。はい。いい形でつなげられるように頑張るんで、はい、僕も頑張ってください。はい、頑張りましょう、お互い。頑張ってくださいじゃないよ。試合だよ。